木瀬広氏は札幌テレビ放送のアナウンサーである。番組などでは木瀬広氏と表記されることもある。北海道亀田郡亀田村出身。共和銀行に勤める父の転勤により、小学校から大学まで東京都世田谷区池尻及び町田市で育つ。世田谷区立富士中学校、東京都立駒場高等学校、中央大学法学部政治学科卒業。 1970年札幌テレビ放送入社。1970年代後半より、ラジオ番組を中心に担当し、日曜日朝のベスト10番組、北海道ヤングヒット10などで人気を得た、熱狂的な東京ヤクルトスワローズのファンである。HBC と自社制作番組で長くライバル関係にあった平日14時代のテレビ番組、二次ワイドを担当後、 1985年より、STB ラジオ、ときめきワイドを23年間にわたって担当した。編成局アナウンスぶつけ専門部長職を最後に、2007年4月30日付で、札幌テレビ放送を定年退職後もフリーアナウンサーとして、ときめきワイド、おはよう。北海道など、STB ラジオを中心に活動している。もともと歌手志望だったこともあり。 STV アナウンサー時代に歌手として CD も発売した。以下、登場している人名はすべて STV アナウンサー。以下の作品にも参加している。木瀬広司、ありがとうございます。